政府は5月の先進7カ国首脳会議 G7 広島サミットに合わせ開催する拡大会合に韓国のイン・スズエツ大統領を招待する方向で調整に入った。複数の外交筋が明らかにした。これとは別に日韓両政府は9日、大統領夫妻が16から17日の日程で来日すると発表した。滞在中に岸田文雄首相はイン氏と会談し、元徴用工訴訟問題の解決策を韓国側が着実に履行するかどうかを見極め、最終判断する。関係者によると、韓国側は広島訪問に前向きな意向を示している。日本は議長国のため拡大会合に招待する権限がある。首相は今月16日に東京で見込まれるイン氏との会談で元徴用工訴訟問題の解決策を指示し、韓国国内で反発を受けるイン氏を後押ししたい考えだ。両首脳が年1回ずつ相互訪問するシャトル外交を再開する。再開されれば約12年ぶりとなる。来日時に夕食会も開催し、友好ムードを盛り上げる意向だ。